堺市立神石小学校は、大阪府堺市堺区にある公立小学校。学校の原型は、1872年に、当時の大鳥郡上石津村に設置された、合学校分校に遡る。その後1875年には、上石津村に、大鳥郡公立上石津小学校が発足した。学校の分離や統合などの改編の後、大鳥郡神石村に1890年5月19日、大鳥郡神石尋常小学校が設置された。学校遠隔紙の上では、神石尋常小学校の設置をもって、学校創立と位置づけている。当初は、つまびらか寺北川に校舎があったが、1931年に神石村石津790番地に移転している。昭和時代初期には科学教育に力を入れていた。1945年7月10日未明の堺大空襲で校舎を全焼した。終戦直後の1945年9月より、校区内の民家数カ所に分散して、授業を行った後、1946年2月には、石津町、島の鉄工所に校舎を建てて統合した。その間元の高地での校舎復旧工事が行われ、1948年11月に第一期工事が完成して一部学級を収容し、元の高地を分教場とした。ついで1949年4月には第二期工事の完成により、本校と分教場の機能入れ替えを行った後、1950年5月に第三期工事が完成して、元の高地に統合移転している。1970年に分校として、市体不自由児学級が設置された。市体不自由児学級は、堺市全域の重度市体不自由児を対象とし、校舎は上野芝町6町にあった。市体不自由児学級の校舎は藤田に池を埋め立てて、設置されたことから、藤田に学級とも呼ばれた。市体不自由児学級は1982年に分校に改編された後、1992年に堺市立百舌養護学校分校に改編されている。分校跡は堺市教育委員会の教養会議室となっている。ありがとうございます。